孫、星博士は、中国新の官僚、学者。字は淵知女、五八九。上州不要子系の出身。その著書、少書金庫文中祖は、少書に関する新長交渉学の集大成として知られる。曽祖,祖父に、民末の霊部代理少書の孫新公、孫子の遠い子孫であると自称している。1787年に、傍願の成績で真摯に求大した。 1795年から三島省、偽装済み未知の動員の勘に着いた。1799年に母の者ために故郷に帰り、石膏準部であった玄元,元の招きにより、甲州の故郷少女で教えた。三年のもが明けると三島に戻った。1807年に玄不正史に承認し、1811年に病気のため辞任した。孫、星は、 詩人としても優れ、円米は天下の奇才と呼んだ。孫、星広氏は1771年に結婚し、妻の大沢美も死を良くしたが、わずか24歳で病死した。大沢美の死臭である、調理学習は孫、星広氏の大落感想書に収められている。孫、星広氏の代表的な著書は、少書金庫文中書30巻で、1794年に、 作業を開始し、1815年に完成した。縁和歌以来、古文詔書と呼ばれるものが、後世の偽作であることが明らかになっていたので、古文の部分は、式をはじめとする書籍から、本来のテキストを復元し、関大以来の中を集め、さらに書を加えたもので、現在も、詔書研究上の重要な文献である。他に、孫氏収益集下、講師集合、 関羽法広くなどの著書がある。孫、星博は、蔵書家でもあり、多くの書物を肯定、出版した。孫、星博が編集した草書に、大辣館葬書、対南閣草書がある。ありがとうございます。